さあ次は毎週火曜日の健康企画、岩手元気丸です。今日はこれからの時期に特に気をつけたい蜂によるアナフィラキシーショックについて、江口キャスターです。はい、これは蜂に刺されたことで起こる重いアレルギー症状で、命を落とす危険性もあるんです。まずこちらをご覧ください。はい、厚生労働省の過去5年の統計を見てみますと、蜂に刺されたことにより亡くなった人は毎年20人前後で推移しています。そうですね、この辺のラインですね。はい、このうち林業に携わる人は2013年の2人のみですから、はい、その他は一般の人ということになります。はい、また2013年と2016年には岩手県でそれぞれ1人ずつ蜂に刺されたことにより命を落としています。ちなみに熊による死亡者が年間3人前後、蛇による死亡者が年間5人前後ということからも蜂の危険さが分かりますよね。そうですね。はい、蜂はこれからの時期特に注意が必要です。自分の身を守る方法もご紹介します。夏場に蜂の活動が活発になるようなんですね。だからやっぱり8月ピークに、その刺される件数がどうしても増えるということだと思います。その辺の庭とか家の中でも時には刺される人がうちの病院にも来ます。人を刺す蜂は主にスズメバチ、アシナガバチ、ミツバチの3種類です。中でも攻撃性が高く危険とされているのがスズメバチです。スズメバチの巣は夏から秋にかけて巨大化、蜂の数が最も多くなり活動も活発になるため刺される事例が増えるんです。県立中央病院で去年蜂に刺されて受診した患者は95人。そのおよそ9割が7月から9月に集中しています。軽い症状の人とやっぱ重い症状の人が、いるんですけれども、軽い人だと本当に刺された部分が、ちょっと痒いとか痛いっていうぐらいで、ただ心配だから来るっていう人もいますし、中にはすごく具合が悪くなって救急車で来る方もいます。蜂に刺された時ほとんどの人が刺された部分とその周りの症状だけで済みますが、 10% から 20% の人は全身に症状が出る重篤なアレルギー症状アナフィラキシーを引き起こします。そのうち数%は急な血圧低下や意識障害によるアナフィラキシーショックを引き起こすとされていて、命の危険があります。蜂に刺されるのが2回目以降の人の中には、体内に蜂毒に対する抗体ができている人もいて、過剰反応でアナフィラキシーショックを起こしやすいという報告があります。しかし初めて刺された場合でもアナフィラキシーショックを起こす可能性があるため、油断は禁物です。重症な方はその粉体で本当に命に関わる状況になる場合がありますので、あんまり我慢しないで医療機関を受診するようにした方がいいと思いますし、場合によってはやっぱり救急車を早めに呼ぶということも考えていいと思いますけれども、はい、蜂から身を守るためには蜂や巣に近づかない、触らないことが大前提です。しかし夏から秋にかけては不意に街中で蜂に出会うこともあります。去年の8月には盛岡市の官庁街でスズメバチの巣が見つかりました。先月は盛岡市の大通りにある駐車場で大量のミツバチが群がっていました。またこの時期は自然の中でのレジャーも増えるため対策が必要です。蜂は黒っぽい色に向かって攻撃する習性があるため、黒い服や髪を見せるのは NG。半袖で肌を露出するのもやめましょう。蜂は香りにも敏感なので、汗、タバコ、香水などの刺激臭をさせないようにしましょう。洋服は淡い色、白系の長袖で、髪を隠すために帽子を身につけるといいでしょう。
また蜂に襲われたとき手で振り払ったり大声を上げたりするとかえって蜂を刺激します。目を閉じ顔は下向き身を低くしてその場から速やかに離れましょう。蜂に刺されてしまったら口で吸うことは絶対にせず、刺されたところをきれいな水で洗い流しましょう。自分でできる応急処置があります。アドレナリン自己注射薬です。治療をする注射が一般の方でも使えるように、なりました。で、それはアドレナリンっていう注射薬なんですけれども、それを刺されて具合悪くなりそうになったら使うということができます。蜂に刺されて症状が出た時に使う注射で医師の処方が必要ですが、自分で太ももに注射することで症状の進行を一時的に緩和し、アナフィラキシーショックを防ぎます。現場でできる治療としては、それくらいだと思いますので、準備することを考えてもいいかなと思います。職場によってはそういう農業林業の職場で団体で処方してもらいに来たりする方もいらっしゃいます。蜂に刺される被害が一気に増える夏、自分の身は自分で守り、症状が出たらすぐに病院を受診しましょう。アドレナリン自己注射薬、ああいう注射器があるんですね。はい、以前に蜂に刺されてもしかして2回目刺されたら危ないかもって思う人は、持っていると有効ということですね。そうですね、リスクがある方、あとは職業柄持っている方もいるということです。はい、さて次回なんですが、副鼻腔炎をテーマにお伝えします。8月7日の花の日に合わせまして電話相談が行われます。花の症状について耳鼻咽喉科の専門医がお答えします。8月5日日曜日の午前10時から正午までです。電話番号は 019-651-5111 で花の日電話相談希望とお伝えください。以上、岩手元気丸江口キャスターでした。